皆さんこんにちは、ムックですぞ。さあそれでは本日も楽しく参りましょう。エキスポ PLL トークス、ムックとおしゃべりですぞ。大阪関西万博と SDGs、 始まり始まり、ヤッホー。はい、はい。このイベントは2025年に開催される大阪・関西万博のテーマ、命輝く未来社会のデザインを実現するために、未来社会の実験場を掲げるエキスポ PLL トークスの一つとして配信するものです。PLL とはこの万博のコンセプト、ピープルズリビングラボの略となっておりますぞ。さあ皆さん、今日で万博の開催まであと760日となりました。ということでですね、万博の開催前から様々なお仕事をなさっている社会人の皆さん、そして学生の皆さんが、それぞれの立場からテーマに関する取り組みを国内外へ発信し、万博を共に作り上げていく場としてやっていきたいと思いますぞ。ナビゲーターは私、ムックが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、かわいいでしょなんてね。さあ皆さん、まあすっかりね、春めいてまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしですかね。もう私の周りではですね、もうあの方もこの方もクシュンクシュン、へーくしっとねもう大変そうなんですよ。皆さんは大丈夫ですか？なんか今年の花粉は10年に一度みたいなね、もうすごい花粉が飛んでるということでね、もうね、まあ、あっちでもこっちでもね、まあ、ズビズビズバーと聞こえてまいりますけれども、皆さん本当に鼻を噛みすぎますとお鼻の皮がむけてしまいますので、噛みすぎにはご注意くださいませ。本当に花粉症で苦しんでいる皆さんにお見舞い申し上げます。もう少し頑張っていただくと、きっとこの花粉は通り抜けていくと思いますのでね、皆さんあと少し頑張りましょうねはい、ということで、こちらの番組はですね、いつも同じ、はい、東京都港区海岸にあります西尾レントオール東京会員配信スタジオと、大阪市城東区市議の西にあります西尾レントオール大阪会員配信スタジオからお届けしております。さあこちら、前回も申し上げましたが、東京のスタジオはライトが LED になりまして、私がいつにも増してかっこよく映るようになっております。どうでしょう、画面の向こうの皆様にも伝わっておりますでしょうかね。こちらのライトのことは前回も申し上げましたが、まあいいことは何回言ってもいいということでね、今回もお伝えしていきたいと思います。ライトがとっても美しくなりました。ということで、ぜひこのスタジオを使ってみたいなと思う方は、西尾レントオールさんまでお問い合わせください。詳しくは概要欄をご覧くださいませ。よろしくお願いいたしますね。そしてそして、この配信ではですね、ご覧いただいている皆さんからのね、コメントお待ちしております。このチャット欄、コメント欄にどんどん書き込んじゃってくださいね。こちらはですね、番組内でご紹介したり、また次の番組内でね、またお答えしたりだとしていきたいなと思っておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。さあということでですね、今回ももう楽しく元気にいきたいなと思いますので、もう今回のね、スペシャルなゲストの皆さんを紹介したいなと思いますぞ。さあそれではまずは、大阪市城東区区長、大東達樹さん。大東です、よろしくお願いします。区長も花粉症ですかもう本当にお大事になさってください。もう本当に大変ですからね、もし鼻を噛むタイミングが欲しかったらおっしゃってください。どうぞどうぞ、大丈夫ですからね。はい、そして、続きまして、学校法人村川学園広報戦略部部長、大谷桃子さん。はい、大谷です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてそして、その村川学園さんのグループ学校の一つであります
大阪調理成果専門学校校長代理森隆さん。はい、森です。こんにちは。よろしくお願いいたします。コックさん。あ、はい、ということでですね、このようなゲストの皆さんをお迎えしてお届けしたいと思うのですけれども、じゃあ皆さんはですね、きっと今日はこの番組に出演していただくにあたって、もうやっぱりね、もう気合い十分で来ていただいてると思いますので、その気合を入れるために今朝朝ごはんは何をお召し上がりになられたのか、ちょっと聞いてみたいなと思います。まずは大東区長、朝ごはんは何をお召し上がりになりましたか？朝ごはんはトーストとコーヒーです。おー、トーストとコーヒー、あー、かっこいい。やっぱり大人の方ってコーヒー、朝はコーヒーじゃないとダメという方がやっぱいらっしゃいますよね。もう私かっこいいなと思うんですけども、あのコーヒーは、どういう派ですか？ブラックですか、それともこう？ブラックです。あ、真っ黒です。渋い、さすが。いや、大人の方憧れます。いや、いいですね。では大家さんは朝ごはん何をお召し上がりになりましたか？はい、今日はカフェラテとクリームパンを食べました。こちらもまたおしゃれな感じですな。カフェラテ、カフェラテいいですよね、はい、ちょっと甘いんですけれど、はい、甘すぎなくてね、これがもう本当にね、何杯でも飲めちゃうんですよね。じゃあ森さんは朝ごはん何をお召し上がりになりましたか？はい、実は私いまだにブラックコーヒーが飲めないので、砂糖、ミルクたっぷりのコーヒーと、それからフルーツヨーグルト、ピザトーストを食べてきました。いや、大丈夫ですよ。私もね、ちょっとブラックコーヒーはまだまだ、ちょっと私お子様ですからね、まだまだ飲めないものでございまして、同じです、ね、甘いのが好きですからね、大丈夫ですよ。でもコックさんですよね、そのもう素晴らしい、そうです。ちょっと待ってください、コック帽ってとってもこうな 長ければ長いほど偉いコックさんだと伺ったのですが、やっぱり森さんは校長代理ということだけあって、それは素晴らしい、最高ランクぐらいのコック帽ですか？ ありがとうございます。おっしゃる通りでございます。すごい。でも校長代理ということは校長もいらっしゃるんですよね。校長はさらにもっと長いとかあるんですか？あ、そうですね。はい。熾烈な、ちょっとまだ、はい、国防争い、一つステップアップしないとなれないんです。ああ、いや、すごい。いや、ちょっとね、画面からではみ出るほどの国防にちょっと私ね、憧れちゃうんですよね。そんなかっこいい国防、いや素敵です。ちょっとじゃあ今日はね、もうコックトークも私期待しちゃっておりますので、ぜひお願いいたしますね。ぜひお願いします。はい、ということで、じゃあ、ちょっと待って、本日は皆さん朝食が全員洋食派のゲストの皆さんをね、お迎えしてお届けしたいなと思っております。ではこのような洋食派の皆さんにはこの後ですね、プレゼンテーションのコーナーで詳しくこういろいろお話をしていただくのですが、最初に簡単にちょっと本日のポイントなどを伺っていきたいと思います。まずは大東区長、城東区ということなのですけれども、城東区についてどんな区なのか、ちょっと簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。城東区というのはですね、大阪市、24区あるんですけれども、その中の一つの区でございます。そしてですね、大阪市の中のですね、北東部に位置をしておりまして、非常に人口もですね、多くて賑やかな町というふうに思ってもらえればいいかなというふうに思います。それともう一つは、銭湯もですね、13個あったりですね、非常に昔ながらの町並みなんかも残っているという、そういうようなこう暮らしやすい町であります。なるほど、そうですよね。城東区といえば、もう全国でもかなり上位のぐらい人口が多いと伺っておりますけれども、では本日のもうここがポイントですぞというところがありましたら、ちょっとだけ教えていただけますか？はい、ちょっとだけですけれども、はい、SDGs ですね、これをこう区民の皆さんに、大いに知ってもらいたいというふうに思っております。ですので、城東区でもいろんな取り組みをしてるんですけれども、その他にもですね、企業の皆さんや、児童学生の皆さんもですね、いろんな取り組みをしてますので、そうしたことをぜひこの機会を通じまして、ご紹介させていただきたいなというふうに考えております。なるほど、楽しみにしております。後ほどよろしくお願いいたします。さあ、そうしましたら今度は大家さん、森さん、
村川学園さんについて、ちょっと簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。学校法人村川学園と申しまして、昭和58年に、はい、大阪府泉大津市に、開校いたしました。今年で40年になります。はい、で本校が、大阪調理製菓専門学校泉大津市にある学校でして、はい、で大阪にはもう一校北新地に大阪調理製菓専門学校エコール梅田と、で東京には2つ渋谷と世田谷に山手調理製菓専門学校東京山手調理師専門学校でまだありまして、保育士養成施設の大阪健康保育専門学校で、養蜂連携型健やか認定こども園ということで全国で5つの専門学校と1つの認定こども園を運営している学校法人でございます。はい、なるほど。はい、で今、実学重視で、毎日作る実習たくさん実習を学生さんにしていただいて国内外で活躍できる人材を毎年多く輩出している学校になります。今日はよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。そういたしますと、そのじゃあ今日はもうここも絶対に聞いてほしいななんていう、こうポイントがありましたらそちらちょっと教えていただけますか。はい、この今言いました、本校泉大津にある大阪製菓専門学校ではですね、この大阪市と堺市の間に大和川という川が流れてまして、はいはい、これを南側を泉州地域と言います。でこの、泉州地域を、美食の街に、リブランド化しようという目的をした、泉州美食エキスポというプロジェクトを立ち上げましてですね、はい、これを、9つの市と、4つの市町、これが力を合わせて、関西万博に向けて村川学園中心に産官学連携した取り組み、こういったことを、本日はお話ししていきたいと思います。なるほど、それは興味深いですな。楽しみにしております。いや、皆さん本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではですね、本日の番組の内容をご紹介したいと思います。まずはこの後みんなで参加する、ムックと挑戦 SDGs クイズ大会を開催したいと思います。そしてその後にゲストの皆様からプレゼンテーションを行っていただきまして、最後はこちらおなじみの教えてムックのコーナーとなっております。だいたい1時間ぐらいとなっておりますので、皆さん最後までぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ね、こちらのコーナー行っちゃいましょうかね。行っちゃいますよ。はい、ムックと挑戦 SDGs クイズ大会。いや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 い。はい、ということで、こちらのコーナーはどんなコーナーなのか、コーナー紹介をこの方にお願いしたいと思います。ゆうさん、お願いします。はい、西オレントール広報宣伝室のゆうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このコーナーは2015年9月の国連総会で採択された SDGs、 つまり持続可能な開発目標について、達成期限の2030年に向けて知ることが大事ということで、三択クイズを通してムックと一緒に学んでいくコーナーです。クイズに答えるのはムック、そして視聴者の皆さんです。ゲストの皆さんはムックと協力したり、ご自身で答えを導き出して頑張って答えていただきたいと思います。今日も17ある目標のうち関連するクイズを出していきますが、今回も問題はこの方から出題していただきましょう。よろしくお願いします。お、ムックとおしゃべりですぞ。大阪・関西万博と SDGs をご覧の皆さん、こんにちは。 SDGs ヒーローズ、きらめきヒーローだよ。ヒーローは SDGs を合言葉に VTuber 活動をしてる16歳のヒーローだよ。今回も SDGs に関するクイズを用意したから、みんな挑戦してね。あー、ヒーローちゃん、ありがとうございます、ね、ヒーローちゃんが出てくれた回が、ね、アーカイブでございますので、皆さんぜひそちらもご覧くださいませ。さあ、ということで、本日はですね、チーム制でこの、クイズ頑張りたいなと思います。
私と村川学園さんで協力して1チーム、そして大東区長で1チームということでね、チーム対抗戦となっております。そしてもちろん視聴者の皆さんもチャット欄でぜひ回答してくださいね。よろしくお願いいたします。さあそれでは1問目に参りたいと思います。ヒーローちゃん1問目をお願いします。はい、それでは問題です。毎年5月の第2土曜日は SDGs に関連する大切な日です。何の日でしょうか？毎年5月の第2土曜日は SDGs に関連する大切な日です。何の日でしょうか？1. 世界フェアトレードデー、 2. アースデー、 3. みんなで考えるSDGs の日。ムック、この問題わかるかな？それではシンキングタイムスタート。来ましたよ、この SDGs に関するダイレクトなクイズ。これちょっとあの私この番組の MC としてね、外すわけにはいかないんですが、あれちょっと待ってくださいね。あれ まずいですぞこれは。よろしくない、外すわけにはいかんのですが、なんとなく私アースデイっていう言葉はこう聞いたことがあるんですよね。ですから2番、いやでも待ってくださいね、この貧困をなくすためにこうちゃんとあのいろんな地域の方々とちゃんとね取引をしましょうというのが確かフェアトレードですから、それかなという気もしますし、みんなで考える SDGs、 みんなで考えるのは大事ですけれども、 そんな名前の日がありましたかな。ちょっとあの村川学園のお二人どう思いますか？あ、私もあのムックと同じ2番です。あ、2番アースデーだと思います。理由はですね、はい、5月の第2土曜日って言ったら、多分ゴールデンウィークが終わった後になるのかな。はいはいはい、そうですね。だからゴールデンウィークみんなで地球をこう遊び回って、でその後にちょっと地球のことを考えてみようかなと、振り返るのかな、そんな風にしたので、2番のアースデイじゃないかな。なるほど、説得力がありますな。じゃあ我々は2番ということでね、行きましょうね。じゃあ、はい、大東区長は何番だと思いますか？私はですね、やはりあの SDGs は何なのかっていうふうにまず考えました。というのは持続可能な開発目標ということになってますよね。はいはいはい、ということは、地球を大事にしないといけないじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうすると、地球って英語でなんて言うのって言ったら、アースですよね。だからやっぱり地球を大事にしよう、アースデーっていうことで、私は、2番だと思うんです。なるほど、じゃあみんな一緒ですね。はい、はい、ゆうさん決まりましたよ。はい、で改めて、各チームの正解を皆さんにお伝えしていただきたいと思いますが、はい、まずは大東区長が2番、お間違いないでしょうか？間違いないです、はい、でムックと村川学園さんのチームも、はい、2番で行きたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは正解を発表いたします。正解は1番の世界フェアトレードデーでした。あれ、ちょっと、皆さんなかなか説得力のあるお答えでしたが、ちょっとあの森さん、ちょっとその国語ちょっと短くなっちゃったんじゃないですか？ちょっと明日あの学校に行けません。私も この MC 続けられません、ごめんなさい。あのもう一度あの勉強し直します。私も勉強し直します。アースデーはですね、4月22日の土曜日、今年は4月22日の土曜日がアースデーになっておりまして、5月の第2土曜日は世界フェアトレードデーということで、そうフェアトレード、はい、そうこれが大事なんですよね。そのいろんな国からこう生産していただきますけれども、あのちゃんと安く買わないで、ちゃんと世界で同じ価格で買いましょうというのがフェアトレードですよね。
はい、おっしゃる通りです。あ、よかった、はい、そこは間違ってませんでした。よかったよかったよかったね。正当な値段で買い取る公式、あの公正な取引のことで、うん、で1995年にヨーロッパのフェアトレードショップの連合が運動を開始したのが始まり、うん、で日本では1999年にはその活動が広がりを始めまして、うん、2002年からは欧米や日本などのバイヤーの組織、うん、アジア、アフリカ、南米の生産者組織が同時に参加する世界的なイベントになりました。で現在毎年5月を世界フェアトレード月間として定めています。はあ、なるほど。あ、じゃあもう世界中で5月の第2土曜日はもうフェアトレードデーということでもうやってるわけなんですな。なるほどね。あのゆうさん、ちなみにアースデーって何をやってる日なんですか？アースデーはですね、あの特にこうしないといけないっていうのは決まってはいないみたいなんですけれども、うん、まあ、個人企業いろいろな団体が地球環境を大切にするために活動する日なので、まあ、ゴミ拾い、うん、身近なものだとゴミ拾いとか、うんうんうん、そういったものも一つアースデーでする活動の一つにあります、ね、ということなんですけれども、大東区長いかがでしょうか。フェアトレードデーということなんですけれども。そうですね、フェアトレード大事です。我々もね、あのいろんなものをこう公正な価格でね買い取るということを、まあ、広げていく必要があるんかなというふうにね今ご説明聞いて思いました。そうですね、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや本当にね、そう大事なんですよね。お安いとね我々も嬉しいですけれども、やっぱりそれだけではダメですからね。ちゃんとね物事にはこう大事なこう価格というものがありますから、それをきちんとね意識してやっていきましょうということですな。皆さんもねぜひあのフェアトレードで覚えてくださいね。私もこれで勉強いたしました。さあそれでは2問目に参りましょうか。ヒーローちゃん2問目をお願いします。はい、それでは問題です。スウェーデンでは家庭ゴミの 99% をリサイクルしてゴミの量を減らす取り組みに力を入れています。スウェーデンのゴミの分別は何種類あるでしょうか？スウェーデンでは家庭ゴミの 99% をリサイクルしてゴミの量を減らす取り組みに力を入れています。スウェーデンのゴミの分別は何種類あるでしょうか？1、45種類、2、72種類、3、100種類。ムック、この問題わかるかな？それではシンキングタイムスタート。99% リサイクルってもうそれほとんど全部じゃないですか。あ、すごいですね。でも分別の種類、さあどうですかね。100種類はちょっと多すぎるんじゃないかなと。あまりにもキリがいい数字ですしね。どうでしょう。じゃあちょっと私はまずチームメイトの村川学園さんのお二人に聞いてみたいと思います。どう思いますか？1の45種類かなと思います。その心は？心は全く見当がつかないんですけれども、その72、100というのがもう思い浮かばない。そうですよね。まあ、あんまり分類、その分別ってね、分別するのはもちろん大事なんですけれども、あんまりにも多すぎて、もう何が何だか分かんないって、もう、ああ、もうめんどくさいってなっちゃっても、それはそれで困りますからね、やっぱり現実的な数字っていうのは大事かなとね、そうですよね。うん、はい、うん、じゃあ、大東区長はどう思いますか？私はですね、45ぐらいかなとは思うんですが、 99% まで分別しようと思ったらもっとやってるん違うかなっていうふうに考えました。なるほど。なので2番の72種類、これでいきたいと思います。なるほど。チーム対抗戦らしくなってきましたね。よし、ゆうさん決まりました。はい、では改めて政党を整理していきたいと思います、はい、まず大東区長は改めて正解と思う番号をお伝えいただいてもよろしいでしょうか？2番です。2番。ムックのチームは、何番にしましょうか？1番の45種類だと思います。はい、それでは正解を発表いたします。正解はなんと3番の100種類でした。100種類？
これは私もびっくりしました。そんなに、そうなんです。スウェーデンの人すごすぎませんか。100種類、どれだけ分類するんだっていうぐらいの種類なんですけども、スウェーデンは商品を購入した際の袋で容器もデポジット制となっておりまして、袋や容器を回収する際にはその分の金額が返還されるなどの取り組みが行われています。でそういった努力が積み重なってそれだけリサイクル率が高まってるってことなんですけども、ちなみに日本一細かいゴミの分別の自治体は今のところ徳島県の方でして、13種類45分別、こちらは45分別できるぐらいに分けられてる。それでももう45個も種類があるんですね。そうですね。あ、でもそうですね、あのゴミの分別といってもそのまま捨ててしまうゴミもあれば、先ほどおっしゃっていただいたみたいにその回収してもうそのまま再利用そのまますぐできますって、あのよく日本でも瓶とかね、そのままあの回収して使ったりもしてますけれども、そういう感じでも捨てるんじゃなくてこうはい回収回収っていう感じで考えていくと、確かに100種類とかにもなっていくんですかね。いや、それにしてもすごいですね。え、村川学園のお二人どう思います？これすごいですよね。はい、本当に見習わなきゃいけないなということを思うのと、うん、実はあの私たちの学園でも、うん、あの毎日こう果物の皮ですとか、うん、野菜の切りくずとか、うん、こう大量のこの破棄する部分が出てくるんですね、うん、それをコンポストに入れて堆肥、うん、に変えて、うん、でそれをあの、はいはい、それで野菜とかハーブを育てるという循環するというのを学生たちと一緒にやっていますので、はいはいはい、こういったことがもっとこう家庭でももっともっとこう充実していったら、あのもうゴミとかこう捨てる部分っていうところが大幅に減っていくのではないかなというふうに思います。なるほど、確かにそうですよね。あの最近昔はもう生ゴミなんて言ったらもう燃やすしかありませんでしたけれども、最近はその生ゴミをその、まあ、捨てる場所をこうパッて捨てたらそれがそのままこう肥料になるようになってる、こうそういうお家とかもありますしね。はい、あ、なるほどね。ちなみにそれはその食べ物の種類によってこう肥料にこうできるとかできないとかこう変わってきたりとかするんですか？あ、いえ、もう実はほとんど何でもそのコンポストに入れても良いとされていて、そうなんです。魚の骨とかそういったものも OK なんです。骨まで、はい、そうなんです。骨も全部肥料になっちゃうんですか？そうなんです。3ヶ月ぐらいずっとずっとこう土と生ゴミ、生ゴミとか土とこう、生ゴミですねを混ぜる混ぜるで発酵させて、でそれがあの堆肥に堆肥になるという、うんうん、でまあ、無農薬ですね、無農薬の野菜を、うん、それで育てることができるという非常に体にもいい、はあ、あの取り組みになります。なるほど、いや、あ、それは知りませんでした。あ、なるほどね。じゃあそうやってこう何でもこう、ね、捨てるんじゃなくてリサイクルって考えていくと、うん、まあこれは100種類とかっていうのもね、我々もそんな、うん、わ多すぎるなんてね驚いてないで、はい、できる日がね、うん、やってくるかもしれませんね、うん、はい、あ、これはちょっとは我々もスウェーデンの皆さんを見習ってね、100種類しっかり分別していきたいなと思いました。いや、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、ご覧いただいた皆さんは何問正解されましたかね。ぜひチャット欄の方に書き込んでください。お願いいたします。はい、ということで今日は、お東区長とムックのチーム、うん、どちらもちょっと正答難しかったですけど、今日かなり内容が濃いクイズだったと思うので、はいはい、あのそこには触れないようにして今コーナーを閉めたんですけどあ、すいません、今日正解なしなんてちょっと恥ずかしかったので、あら、もうそのままスルッと終わろうとしたんですけれどもそうなんです、はい、今日はあのみんな外してしまいましたので、この後あの配信が終わったら勉強会をやりたいなと思います失礼しました、はい、ということで、今回のムックと挑戦 SDGs クイズ大会でした、はい、では続いてゲストの皆さんによるプレゼンテーションです。はい、ということでここからはゲストの皆さんからですね、万博や SDGs 達成に向けての取り組みについて詳しくお話しいただきたいなと思います。ではまずは城東区区長の大東さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
それではですね、城東区役所での取り組みということで、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。我々としましてもですね、その SDGs この17の目標に受けまして、まあ、いろんな取り組みを、まあ、区役所だけではなく地域の住民の皆さんはじめ多くの方々のご協力もいただきながら現在取り組みを進めているというところでございます。まず城東区の、特徴ということなんですけれども、まあ、大阪城の東に位置をしておりまして河川がですねいくつも流れている非常に、特色のある地域でございます。人口もですね約16万8000人の方々がお住まいになられてて非常に活気のある区ということでございます。それとですね電車の路線が6つあるということで通勤や通学などに大変便利ということで人気のエリアとなっているところでございます。それとですね城東区昭和18年4月に区が成立したということでございます。今年はなんとですね区政80周年ということでいろんな町の盛り上げのための活動を現在行っているというところでございます。そのことにつきましてはですね4月の発行予定の区の広報誌などでもですね今後掲載していきたいというふうに思っております。まあ、そうした区の盛り上げなんかを通しましてですね通じて住んでよかったと思える町を実現していきたいというふうに考えているところでございます。現在城東区役所ではですね SDGs の取り組みを強力に推進しているという状況にございます。令和3年2月にですね城東区 SDGs 行動指針こうしたものも策定いたしまして取り組みを具体的に進めておるというところでございます。現在職員一同にもですねこうした名札の上のところにですね SDGs のマークをですねつけていただくなどしてもらってですね区庁舎にお越しになられた区民の皆さんに我々がしっかりとですね SDGs に取り組んでいるんだということをご認識いただこうということで取り組みを現在継続中ということでございます。続きましてですねこれは過日の2月25日になるんですけれども城東区 SDGs サミットを開催をいたしました。この時にはですね大学の先生を皮切りにですね基調講演をしていただきました。その他にもですね展示提供をするなどですね SDGs に触れる機会を多くご用意をさせていただいたという次第でございます。当日はですね約300名の皆さんがお越しいただいてですね盛況の売りに盛況裏にですね終えることができたというところでございます。その SDGs サミットの他にもですね3つのサミットもご用意をさせていただいております。こうしたことも SDGs に通じていくのではないのかなというふうに考えております。まず1つ目は人権サミットでございます。これも毎年開催をしておりましてテーマを変えましてですねいろんな切り口で人権に関する発信を行っているというところでございます。それともう一つは防災サミットでございます。城東区は先ほど申し上げましたように川に囲まれた地域でもございますので川の氾濫とかがやはり心配になる地域ということでもございますので常にですね防災の心がけというものに意識を向けていくということも合わせましてですね防災サミットというものも開催をさせていただいております。それともう一つは昨今不登校がですね増えてきておるという時代背景がございまして城東区内でもそれは同じように不登校の児童生徒が増えてきているということでございます。そうしたことからそうした問題をみんなで考えていこうということで区内の中学生を中心となって不登校サミットというものを開催をいたしております。いろんなテーマでですね皆さんで質疑応答をしながら
中身というかね、問題意識を高めていこうということの取り組みを現在、進めているということでございます。次にですね、区民の皆さんの取り組みを一つご紹介したいと思います。地域活動協議会によりますペットボトル回収でございます。これは令和2年からですね取り組みを始めたところでして、まあ今年度ですね16地域活動協議会ございますけれども、全地域で活動がスタートできるということとなりまして、こうした活動でですね得られる売却益というものもございまして、まあ予測ですけれども160トンの回収、売却益としては82万円程度のまあ収益にもつながるかなということでございます。日本のペットボトルは非常に純度が高いので、こうしてペットボトルをですね再利用する循環型社会を作っていく一つに掲げてですね城東区も推進をしておるというところでございます。その他にもですね、企業の皆さんの取り組みをシリーズ企業訪問ということで訪問させていただきながら、いろんな活動を区民の皆さんにご紹介をさせていただいております。一つはですね、岩谷さんの方なんですけども、水素を活用したエネルギーということで、これからの社会にはなくてはならない新エネルギーになっていくのかなというふうに考えております。それと関電さんの方になるんですけれども、やはり主たるエネルギーとして電気を生み出してくださってるんですけれども、その他にもですね太陽光や風力などの再生可能エネルギーなどにも取り組んでおられるということでございます。その他でもですね、いろんな取り組みなんかをご紹介をさせていただいて、区民の皆さんにそうした環境意識なんかを高めていっていただこうというふうに考えているところでございます。次にですね、学校での取り組みでございます。学校でもですね、いろんなSDGs に関する学習会なども開催をしていただいているというふうに聞いておりまして、こうした取り組みなんかも紹介をさせていただいているというところでございます。その他にもですね、今年の1月なんですけれども、1階の待合のスペースをですねリニューアルオープンさせていただきました。国産木材を使った椅子などをですね活用しながら、区民の皆さんに温かみそれから明るいスペースというものをご提供できるようになったのかなというふうに考えております。これも SDGs につながるものというふうに考えております。最後になりますけれども、城東区では SDGs 推進チーム若手を中心としてですね、昨年の10月にチームを結成をいたしました。現在2つの取り組みを進めております。1つがペットボトルキャップの回収でございます。1ヶ月で約19キロということなんですけれども、実は3ヶ月経ちまして約100キロ集めることができました。それともう一つはコンタクトレンズケースの回収ということでございます。これはホーヤアイケアカンパニーの皆さんとですね連携協定に基づきまして回収を進めておるというところで、いずれもですね区庁舎の備え付けのボックスに入れていただくということで、お手軽に回収を我々もさせていただけるように取り組みを進めているということでございます。以上ですね、城東区の取り組み、それから企業や区民、学校の取り組みなどを紹介させていただきました。こうした取り組みを通じてですね SDGs をさらに進めていきながら、より良い循環型社会を構築していきたいと、こういうふうに考えておりますので、皆さん方どうぞよろしくお願いをいたします。ご説明ありがとうございました。さあ続いてのプレゼンテーションの準備がございますので、それまでこちらの映像をご覧くださいませ。どうぞ。みんなで作る大阪・関西万博は2025年4月開幕。万博のテーマ実践プログラム、チームエキスポ2025プログラム、みんなが作るワクワクがきっと未来の社会に変わる。ワクワク、それは命を輝かせるエネルギー。ワクワクすることを実現するために、出会い、つながり、アクションを起こす。これは
さまざまな人たちが集まって多彩なチームや活動で2025年とその先の未来に挑む、みんなが作る参加型プログラムです。チームエキスポ2025、未来を変えるを始めよう。チームエキスポで検索。エキスポ PLL トークス、ムックとおしゃべりですぞ。万博と SDGs、東京都大阪の西尾レントール簡易配信スタジオから配信でお届けしております。皆さん、もうじゃんじゃかコメント送ってくださいね。お待ちしておりますぞ。さあ、それではお待たせいたしました、続いてのプレゼンテーションです。どうぞ。はい、それではよろしくお願いいたします。学校法人村川学園大阪調理製菓専門学校の、ご紹介及び、我々が SDGs そして万博に向けて取り組んでいることを、ご紹介させていただきたいと思います。まず、我々学校法人村川学園について、ご紹介いたします。冒頭で申し上げた通り、昭和58年に大阪調理師専門学校としまして泉大津市に開校いたしました。その前身といたしまして、昭和25年に日本料理魚軒が発祥となります。こちらの魚軒はもうオープンから70年以上経ちますが、今ものれんを守り続けまして飲食業を展開しております。我々は職人技は昔は見て盗むものというものでしたが、職人仕事を体系的に正しく言語化してお客様の最前線で活躍できる調理師を育成するという目標のもと、調理師の専門学校を開校させていただきました。はい、今ではですね、専修地域にあります本校大阪調理製菓専門学校に加えまして、食の甲子園であります北新地に大阪調理製菓専門学校エコール梅田、そして、情報の発信地であります東京渋谷に山手調理製菓専門学校、そして、高級住宅街で美食家が集います世田谷区に東京山手調理師専門学校で4つの調理製菓の専門学校を運営しております。また食育の観点より大阪健康保育専門学校、そしてその連携施設といたしまして養蜂連携型健やか認定こども園を運営しておる学校法人でございます。また、こちらですね、昨今の食の多様化そしてグローバル化に対応できる人材育成を目的に、海外の企業や、教育機関とも事業連携を積極的に進めております。ドイツ国立製パン学校やまた140年の歴史のあるミュンヘンを代表する製パンメーカーリシャルトとも連携を結んでおりまして、ヨーロッパの食文化を学びに学生たちは海外で学ぶ機会を設けております。そんな我々学校法人村川学園の見学の精神でございます。現場感動主義、現場で食の現場でお客様に感動を与える人材を育てるには、教室の中の優等生を育てるだけでは不十分です。よって在学中から実際にお客様の前に立ってお客様の反応を感じながら、そして自ら感動と成長を感じながらプロを目指していただける環境を整えております。その学びを実現させるためにすべての学校に現場さながらの施設を設置しております。360度オープンキッチンのカフェであったり、本格的な寿司カウンターも設置しております。こういったステージで学生たちは1年目からお客様の前に立ってプロとして経験を積みながら調理師パティシエとして成長をしております。さらに学校の枠を超えまして社会とつながりを持つ産学連携プログラムも充実させています。記載の企業にはご協力いただきまして、食品メーカー様との商品からコラボレーションや百貨店や商業施設でのショップ出店など、実際の社会とつながり社会で活躍できる人材を育成しております。そしてちょうど先日発売されましたのが、ユーハー味覚糖様と連携をいたしまして、大阪調理製菓専門学校の製菓
総合本科の学生さんが開発しましたプッチョですね。プッチョが今、関西を中心としたスーパーやコンビニで発売中となっております。こちらプチッとイチジクということで、大阪産の、イチジクを使った、ソフトキャンディーや、もう一つあのくるみ餅をイメージしたキャンディーも発売しておりますので、ぜひ街でお見かけになりましたらご購入いただければと思います。非常に美味しいです。でそんなあの大阪調理製菓専門学校が今年掲げましたキャッチコピーがございます。美味しいと面白いで世界を作る学校です。この意味はと言いますと、昔は食事というのは栄養を補うために食べるものでした。しかし今は食を通じて人を癒したり、またコミュニケーションが発生したり、社会を盛り上げたり、そういった力があります。そんな時代にただ美味しくて綺麗な料理が作れるだけではなかなか活躍しづらい時代に突入いたしますので、私たちは多角的に食を展開できるイノベーションを起こせる人材を育成するという思いでこちらのキャッチコピーで行っております。そこで2025年に大阪・関西万博を活用しまして立ち上げた大きなプロジェクトがございます。そちらがこちら泉州美食エキスポでございます。大阪・関西万博は日本中そして世界中が注目する一大イベントになります。そこで私たちの学生の学びを、そのエネルギーを活用して地域そして世界を盛り上げていきたいという考えから発動したプロジェクトになります。この泉州地域について改めてご説明いたしますと、大阪南西部に位置しまして旧市4町からなる地域でございます。かつては非常に繊維産業をはじめとする産業が活発な地域でしたが、近年では人口減が激しく直面しておりまして、また関西国際空港が泉州地域にありながらも観光の目的地になっていないということが大きな課題として挙げられています。一方この泉州地域は地の海と言われるほど非常に食材が豊富な町であります。それが泉州地域です。そしてこちら観光庁の調べになりますが、外国人観光客が訪日目的の理由の上位に上がるのが常に食関連になります。そこで、大阪・関西万博までに私たちは地域創生の観点で食で地域を活性させるということに取り組んでいるのがこのプロジェクトになっています。泉州地域は非常に自然豊かで高い技術力を持った生産者の方がたくさんいらっしゃいます。この泉州地域にある唯一の調理製菓専門学校としまして、泉州の食材のポテンシャルを最大限にかつ引き出したいと考えています。そこで、2021年4月に、泉州地域の岸和田市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、三崎町など市、町、そして大阪観光局と共同宣言式を行いました。こちらが泉州美食エキスポのキックオフイベントとなります。またその1年後が右側のお写真になりますが、泉州地域の食品メーカー様や電鉄会社様に至る幅広い企業様がこのプロジェクトに賛同いただきまして、共同宣言式を再び実施いたしました。今泉州地域はかつてないほど、村川学園を中心としましてワンチーム団結力を発揮している時です。この大阪・関西万博を活用した、本プロジェクトのスケジュールをご説明いたします。2025年に、万博の時には泉州地域を美食の街へリブランドするということを目標ですので、まずは2023年3月もうこと今月です。今月までにこの2年間泉州の食材に関する100の面白いことをコツコツと実施してまいりました。例えばその一つとして学校給食プロジェクトとなります。泉州地域は非常に食材が豊富な町になりますので、泉州地域の子どもたちが自分が生まれ育った地域の食材を発見して興味を持っていただくということが目的となります。本校の学生が考えました給食は実際に市町の学校給食として提供をされています。
2つ目に泉州自給率 100% レストランでございます。こちらのレストランは食材だけではなくて調味料に至るまで全てを泉州産のもので調達してフルコース料理を振る舞っています。こちらは月1回、大阪調理製菓専門学校で実施しております。こちらは泉州産の PR だけではなくて地産地消の観点で輸送コストの削減、CO2 削減にも着目した取り組みになっております。そして2年連続で発売しておりますのが泉州チョコレート、こちらです。はい、宝石のようなチョコレートが箱に詰められていますが、こちらはですね、一粒一粒に市町の産物や特徴を詰めたストーリー性のあるチョコレートを本校の学生が開発いたしまして、2年連続バレンタインデーに発売をいたしました。現在では100のうちなんと97個の面白いことを実施してまいりました。学生とともにこの2年間食でイノベーションを起こし続けてきたということです。今月末3月末までに100個目を達成することがミッションですが、いよいよその100個目がついに解禁いたします。こちらは本日の最後に発表をさせていただきたいと思います。最後になりますが、私たちは食の教育機関として地域貢献ができる質の高い人材を輩出することが使命だと考えております。そしてこの泉州美食エキスポの取り組みによって若者ならではの柔軟な発想を持ってイノベーションを起こしていく、日本だけではなくて世界に発信するチャンスであると捉えています。日本全国世界各国から美味しいものを食べに泉州に行こうと言われる街づくりをこの大阪・関西万博を通じて取り組んでおります。以上が本学園の取り組みのご紹介となりました。ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。いやー、素敵なプレゼンテーションでしたね。さあ、この後はゲストの皆さんとたっぷりおしゃべりしていきますぞ。でもその前にこちらの映像をどうぞ。僕らはどこにいるのだろう。私たちはどこに向かうのだろう。不確かなこの世界でこの先に何があるのだろう。すべての人が望む平和はどうすれば実現できるのだろう。あらゆる命が輝く未来はどうすれば作れるのだろう。世界は今多くの問いに満ち、そして新しい未来へのアイデアを待っています。でも自分では何もできない、そんな気分が世界を満たしているのかもしれません。でもそれは違います。未来を変えるチャンスがもうすぐやってくるからです。さあ今こそジョイン。壁を越え問いとアイデアを集め、シンク、心を開き、交わり、話し合い、アクト、そして新しい未来をデザインしましょう。2025、それは世界の国が集まり未来を変えるチャンス。さまざまな価値観、課題、アイデア、文化、技術との出会いはきっと新しい地球と新しいあなたを作るきっかけにもなるでしょう。ぜひあなたもこのチャンスを楽しんでください。Join the future. エキスポ PLL トークス、ムックとおしゃべりですぞ。大阪・関西万博と SDGs、東京と大阪の西尾レンタル簡易配信スタジオからお届けしております。さあ、この番組ではご覧いただいている皆さんからのコメントをお待ちしております、
ね、この番組の感想ですとか私へのご意見ご質問などなどなども何でも構いません。何かございましたらぜひコメントしてください。こちらはですね、今回取り上げられなくても次回以降またね番組内で、ね、取り上げてお答えしていけたらなと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。さあそういたしましたらゲストの皆さんプレゼンテーションどうもありがとうございました。はい、ここではですねプレゼンテーションの振り返りということでお互いのねプレゼンテーションに対する感想などをちょっと伺ってみたいなと思うのですけれども、そうしましたらですね、ではじゃあまずは大谷さん森さん、先ほどの大東区長のね、説明の中で、あここは素晴らしいですとか、あこれはもうコラボレーションしましょうよなんていうところがありましたら教えていただけますか。はい、そうですね、まず区長自らがこう SDGs を推進しようと、もうやっぱり旗を振ってられるところ、ここがやっぱり一番感動しました。やはり一人一人が意識していくことも大事なんですけども、やはりここを束ねる、ね、区長様がやっぱりこれをどん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 大いにやっていこうというやっぱり力はどん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 活性化につながるのかなと、私自身もやっぱり学校をやっぱり責任者として使っているわけですから、こうみんなでやっていこうという気持ちがどん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 膨らんでいくのかなと、本当にそこは感動しました。そうですよね、やっぱりもう区長さんがこう自らねおっしゃってこう行動に移していただくっていうのはもう本当みんなね、わあ僕は頼もしいとね思うと思いますからね、いや本当に素晴らしいことだと思います。ではそんな大東区長、先ほどの大谷さん森さんのプレゼンテーションをお聞きになられていかがでしたでしょうか。いやすごいなと思いました、先週にね食材が豊富なのは知ってたんですけれども、それを使ってですね100のプロジェクトですよ、なかなかできることではないなっていうふうにね思いました。それともう一つね、チョコレート、学生さんが作りはったということやったんですけれども、もういろんな色とりどりのね素晴らしいチョコレート見させていただきました。ぜひ試食もさせていただきたいなと思うぐらいですね、こうそそるような美味しいチョコレートやなというふうに思いました。ねえ、ありがとうございます。本当にそうですよね、試食は私もやりたいななんて、思っております、ね、それにやっぱり学生さんで、そのチョコレートもそうですし学校給食のメニューにねこう採用されてるなんていうのも本当にすごいなと思いますので、もう学生さんじゃなくてそういう意味でもうプロの方々ですよね、もう本当に素晴らしいと思います。ということですので、じゃあもうこの番組ではですね、もういつも、ね、ゲストに来ていただいた皆さんにはもうしっかりとお名刺の交換をねしていただいて、そしてもうがっちりと握手、もうガシッと肩を組んでもう協力体制をしっかりね築いていただこうなんてねお願いしておりますので、ぜひ今後のねこのもう万博の成功もそうですし、その先にね見据えてもういろんなことで協力体制を築いていただけたらなと思いますので、ぜひぜひね手に手を取り合って頑張っていただくよう私も応援しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にプレゼンテーションどうもありがとうございました。さあそれではですね、最後はこちらのコーナーに行っちゃいましょうか。最後はこちらです。教えてもっこーじゃん、ね、はい、ではこちらのコーナーの説明をゆうさんお願いいたします。はい、このコーナーは2025年大阪・関西万博や SDGs の達成に向けて5歳の雪男の子供であるムックが何でも子供らしく相談に乗ってくれるというコーナーになっております。はい、そうなんです、私5歳児ですから、皆さんそんなに素晴らしい回答を期待しすぎないでくださいね、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、本日もゲストの皆さんからのご質問にお答えしていきたいなと思います。それではまずは大谷さん森さん、ご質問は何でしょうか。はい、では私から、はい、まずちょっとムックに聞いてみたいけど、ムックは食べるの好きですか。もうそれは大好きですよ。そうですよね、私も食べるの大好きです。では作るのは好きですか。作るのもね
私最近頑張ってるんですよ。あのね、私ね、あの早見もこみちさん、もこ先生と一緒にですね、お料理のあの YouTube の番組をやっておりましてね、それでこうもう毎週ね、いろんなねお料理をこう頑張ってお手伝いしているんです。ですからね、まああれはこういろいろ教えていただいて初めて分かりましたけども、作るのもやっぱり楽しいですよね。うん、そうですね、うん、はい、私も作るの大好きです、うん、ここで、うん、2つ質問ちょっと聞いてみたいと思いますが、ムックみたいに、まあ、料理を作りたい、ね、お菓子を作りたい、調理師パティシエになりたいと思う子はどうやったら増えますか。ほうほうほう。それともう一つは、将来的に未来のレストランってどんな世界になってると思いますか。この2つです。あ、なるほど。まず最初の方なんですけれども、そのどうやったら増えると思いますかということは、今そんなにそのなりたいっていう方がいらっしゃらないんですか。いや、そうではないんですけども、うん、まあ、皆さんご存知の通り、だん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 今日本は人口減、うん、少なくなっていきますよね、はい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 、そうするとやはり作り手、調理師、パティシエさんも減っていくところは予想されるかなと。なるほど。その中でもやっぱり皆さんの食べる楽しみを、うん、やっぱりこの人が少ないからといってですね、はいはい、あの諦めてしまうのも、私たちとしてはやっぱり美味しいものをどん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 届けていきたいので、まあ、そういった人、作りたい、ね、あのなってみたいっていう子たちをやっぱり育てていきたい、うん、そういう思いで今取り組んでるわけですけど、うん、何かいいヒントがあればと思って。なるほどね。そういたしました。まあやっぱりあれですな、あのモコガチャムクキッチンをちゃんと見ていただくということですな。まあ、私のねモコ先生とね一緒に頑張っているこちらのね番組を見ていただくということなんですけども、まあそうですね、他はですね、まあ、やっぱり私思うんですけれども、あの、ね、実際にこう作っている姿、ね、調理師の皆さん、パティシエの皆さんが作っている姿ってとってもかっこいいじゃないですか。でそれをこう見る、ね、場があるととってもいいんじゃないかなと思うんですよ。さっきあのプレゼンテーションの中で現場感動主義なんておっしゃってましたけれども、まさにそれですよ。あの私たちこう食べる側も作ってる方の、ね、姿を見ていると、はあ、かっこいい、そんな風に作ってるのなんていうね、驚きや発見がありまして、わあ、うわあ、そしたら作る方になってみたいなーなんてね、こう思う人もね、きっと増えてくるんじゃないかなーってね、思うんですよね。ですからね、うん、あ、ちょっとこれ実践してみましょうか。あのね、ちょっと、あ、ちょっと待って、これ、よ、あね、今から私があのパントマイムでお料理しますから、何を作ってるのか当ててくださいね。ジェスチャークイズね。はい、じゃあ、1番目、じゃあ1番目は、大家さん森さんが答えてくださいね。何を作ってるか分かったらね答えてください。じゃあ参りますぞ。はい、卵を割って粉をふるってホイッパーで溶いてる。出てきました。あ、わかりました。なるほど、ムック上手だね。すごく上手。よいしょ。ぜひあのお答えいただきたいんですが、はい、私は何を作っていたでしょうか。はい、あ、そしたらバースデーケーキですか。あ、はい、正解です。正解はショートケーキでした。いや、さすがさすが。じゃあ2問目いきますね。じゃあ今度はあの大東区長答えてください、ね、あの、あ、ご覧いただいている皆さんももし分かったら、ね、チャット欄にぜひお答えください。じゃあいきますよ、第2問。何になるかね。
分かりましたよ。分かりました。はい、あ、どうぞ。うな丼じゃないですか。あ、いや、三角かば焼き。そう、うな重です。そう。いや、さすが。ピンポンまでありがとうございます。いや、さすが。あ、まあ、まあ、私は最後のこの串打ちからこう焼いてこう、パッこうやって、パッここまで練習してたんですけど。はい、これでね、これでね。ああ、もう、あ、そんなすぐ分かりました。そうなんです。はい、はい、そうなんです。はい、うなぎのね、あのうな丼、あ、うな重です。うな重で、ね、こう目を作ってるところでしたね。ということで、まあこんな風にこう作ってるところを間近に見られたら、さすが、あ、これはね、串打ち3年、先8年、焼き一生、あ、もうこれは間違いないなんてね、皆さんも思って、あ、これは作る側になってみたいななんてね、思うんじゃないかなと私は思います。それで、もう一つが、あ、そうそう、未来のレストランね。未来のレストランはどんな世界になってるか。そうね、あの今って、あのほら、猫ちゃんが運んでくるんでしょ、猫のロボットね。え、わーにゃー、はい、どいてくださいにゃーなんて、にゃー、はい、はい、お料理を取ってくださいにゃーなんて、にゃ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 ってね。はあ、ですからね、もう、あ、私まだね、その猫ちゃんが運んでくるレストランには行ったことないんですけれども、まあでも、わー、未来の世界がやってきたなーとね、思いましたから、まあそんな風にこう、そのうちロボットもたくさん来て、もう本当に人型のロボットとか、お待たせいたしました、お料理でございます、はい、カレーライスの方、はい、こちらでございます、はい、はい、カピカピカ、オムライスの方、カピカピカジャカ、はい、ごゆっくりお召し上がりくださいませ、ウィンウィンガシャンウィンガシャンなんていうね、未来もやってくるかもしれませんけれども、まあでもね、やっぱりこうお料理とかは今、あのほら、お料理する機械なんかもありますよね。あの昔からある機械だけじゃなくて、炒め物してくれたりとかする、こうお鍋が一人でこうガッチャン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 動いていて、そこにね、こう材料入れるとこうどんどん炒めてくれるなんていうのもありますけれども、まあそのあたりでもやっぱり最後は人間のこう職人技が必要なね、世界じゃないかなと思いますので、未来のこうね、レストランも、まあ、最後は親父さんみたいな方がこうやっぱりいて、うん、まだまだ若いもんや負けんぞみたいな、そういうレストランなんじゃないかなと思いますね。このあたりはどう思いますでしょうか、大東区長、ぜひ教えていただけますか。いや、もうね、ムックの言う通りやと思います、うん、最後はね、ここですよね。そうですよね、ここですよね。思います。はい、そんな感じなんですが、大谷さん、森さん、どうでしょう、これで回答になっておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの今のやっぱり人が作る良さ、これはやっぱり学生に伝えてですね、あの未来に活躍してもらいたいなと本当に思いました。いやーね、じゃあ私もね、現場感動主義ね、こちらちょっと味わってみたいなと思っておりますので、ぜひあの大試食会とかありました、もしくはあの新メニュー開発会議とかありました、ぜひ私を呼んでいただけたらなと思っております。呼びます。あ、言いましたね、言いましたね、本当に行きますからね。はい、待ってます。片付けもしてくださいね。それはもちろんでございます。皿洗いとかきちんとやらせていただきます。いやー、ありがとうございました。では続いてのね、ご質問、大東区長からもご質問いただいているということなので、ご質問は何でしょうか。はい、我々ですね、あの仕事してますと、こう無口にですね、あの仕事をしてしまいがちなんですね。そうするとなんかちょっとあの暗いのかなっていうふうにね、思われたりするあの傾向があるので、そうではないよということで、無垢にね、ぜひあの元気をもらいたいなというふうに考えてるんですね。無垢がこういつも元気いっぱいなのは、そのどこにそうい う, こうパワーというか秘訣があるのかなっていうね、そのあたりをぜひ教えていただきたいなというふうに思います。あ、なるほど。いやいや、もう
私よりもね、もうガチャピンはもっと元気ですからね、もう元気もういっぱいいっぱいいっぱいという感じですからね、私なんかまだまだですけれどもね、まあでもね、ガチャピンや私が元気いっぱいだといたしますと、その秘訣、まあ秘訣なんてそんなね大したものはねございませんけれどもね、でもやっぱりね大事なのはちゃんと寝てね、朝早く起きてきちんと朝ごはんを食べる、これじゃないかなと思うんですよね。あのガチャピンとね、私はね昔ね、あの早寝早起き朝ごはん普及大使というものをですね、あの文部科学省さんに依頼されまして、こうやってたわけなんですね。で、ほら大人の方ってもう全然寝ないでしょ、もういつも。あのね、この間も私が番組のねお仕事でねテレビ局に行ってこう収録させていただきますと、そのスタッフさんがもう全然お元気ないんですよ。またあムックおはようなんて、あれどうしたんですかだったら、もう全然全然寝てないの、もうね5日もうちに帰ってないなんて言ってて、嘘でしょ、ちょっとそれはダメですよ、はい、ちゃんと寝てください、ちゃんと食べてください、もうねお家に帰ってちゃんとお風呂に入ってあったかくしてちゃんと寝て、そしてすっきり起きる、そしてくださいねなんていうお話をしたんですけれども、やっぱりねそういうのがちょっとね大人の方はあんまりないんじゃないかななんて思うんですよね。今日来ていただいてる皆さんはちゃんと朝ごはんをね食べてきていただいたということでしたけども、中にはねやっぱり朝ごはんは食べないんですなんて方もいらっしゃいますし、まあまあ人それぞれあるかとは思いますけれども、でもやっぱりねちゃんと寝てちゃんとね食べる、これが大事なんじゃないかなと思うんですが、その辺その調理師ということでね栄養学なんかも学んでいらっしゃると思います、村川学園のお二人はどう思われますでしょうか。どうでしょう、大家さん、森さん、あれ静止画かなと思っちゃった、本当にその通りだと思います。インターネットが今切れちゃったのかなと思っちゃったんですけど大丈夫ですか。でも今はやっぱりこうスマートフォンがこう寝る前まで、うん、そして朝起きてもスマートフォンっていうのは本当に体に良くないなと思いながら、こうついついっていうのがあるので、こうムックにこう寝ることが大事っていうことを改めて今日もらったので置いておこうと思います。お二人はちゃんと早寝早起きされてますか。まあ、今歯切れの悪い回答が、ね、出てますね。寝てるっていう、あんまりそれは寝てらっしゃいませんね。寝てます、寝てますね、ちゃんと早寝早起きして。あでもなんかお料理される方とかってそれこそね仕込みの作業とかがありますから、ずいぶん早くから作業されてらっしゃるイメージがあるんですけれども、そんなに。私もあの学校なんで朝は早いです。そうですよね、やっぱりね、はい、そうですよね。じゃあ早寝をされてないんですかな。いやそんなことはないです。大丈夫、大丈夫ですね、はいはい、じゃあやっぱりそうね、ちゃんと寝てちゃんと食べるで栄養のあるものを食べるっていうのが、いいんじゃないかな。これはもう村川学園さんのお墨付きということでね、大東区長いかがでしょうか。はい、わかりました。私もですね、あの早寝早起きを、きちっと、してですね、まあ、実は今も早起きはしてるんですけども、朝もだいたい4時ぐらいに起きるんですけども、あの早寝早起きはしてるんですけどもね、はい、まあ、しっかりご飯も食べて、明日からさらに元気に頑張っていきたいと思います、うん、そうですね、それがねいいと思います。区役所の皆さんにもちゃんとそれは区長がやるだけじゃなくて、区役所の皆さんにもちゃんと ね、 そうですね、はい、そうですから、区役所の皆さんがね、まあ、お仕事本当にやっぱりお役所の皆さんのおかげで地域生活というのは成り立っていると思いますので、本当に大変かとは思いますけれども、あまり残業などが発生しないようにね、区長のお取り計らいでね、働き方改革でどうぞ、そして区民の皆さんにも広がっていくようにどうぞね、よろしくお願いいたしますね。わかりました、はい、働き方改革進めてまいります。はい、よろしくお願いいたします。今こちらの東京のスタジオでですね、まさに西尾レントールさんがね、よろしくお願いしますとね、やってらっしゃいました。そう、西尾レントール、そう、そうですよ、大阪のスタジオはちょうど城東区にありますからね、もう西尾レントールさんもね、城東区民の皆さんとしてしっかりとね、はい、早寝早起き朝ごはんね、ここから広げていきましょう。はい、ということで、じゃあ区長これで解決ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます、全面解決です。あー、よかったです、ありがとうございます。はい、ムック今日も質問に答えてくれてありがとうございます。
このコーナーではゲストやこの動画を見ている皆さんの万博や SDGs の推進に向けて、あるいはそれ以外のお悩みをムックが答えてくれます。はい、詳しくは YouTube の概要欄を見てぜひぜひ応募してくださいね。お待ちしています。お待ちしております。はい、ということで、この背景になってしまいましたら、はい、残念ながらエンディングのお時間でございます。はい、ということで、では本日の感想などをですね、皆さんに伺ってみたいなと思います。ではまずは大東区長、本日いかがでしたでしょうか。すごく楽しかったです。ムックが元気で笑いもね、活力をいただけました。ぜひ明日からもこの元気で頑張っていきたいと思います。 ありがとうございます。そして大東区長は PR もあるということで、ぜひそちらお願いいたします。はい、よろしいですか。はい、はい、城東区役所ですね、情報発信に力を入れております。SDGs の取り組みをはじめとしてですね、住んでよかったと思える街を目指しまして、城東区役所、公式の YouTube 城東チャンネルで、城東区の旬な情報、動画で分かりやすく発信をいたしております。行政情報を少しでも分かりやすく、親しみやすい動画を、作成しています。ぜひ皆さん、城東チャンネルを、検索していただきまして、できましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。こちらはですね、この番組の概要欄の方に、掲載させていただきますので、皆様ぜひこちらよろしくお願いいたします。さあ、では続きまして、大谷さん、森さん、本日のご感想をお願いいたします。はい、今日は本当に私も楽しく過ごさせていただきました。こういった機会いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では森さん、お願いいたします。はい、私もまたまた気持ち新たに学び直しができまして、いろいろとこう知恵が詰まってまいりましたから、新しい年に向かってまたこういろいろと SDGs に向けて伝えていきたいと思います。ありがとうございます。そうですよね、学校ですと4月からが新年度ですものね。はい、ありがとうございます。ではこちら、お二人からも PR があるということで、ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど発表しました泉州美食エキスポの、100のおもろいことの100個目のプロジェクトを、発表させていただきます。そうでした、そうでした、お願いいたします。はい、初公開になるんですけれども、はい、来月4月に寿司村川という寿司屋をオープンさせることになりました。はい、でこちらは泉州の食材をこう楽しむことができるお寿司屋さんで、なんとお客様がストップというおっしゃるまで泉州の多種多様な食材のお寿司をこう提供し続けるストップオーダー制でやってまいります。はい、ぜひ食のテーマパークのようなワクワクこう感じていただけるようなお店になりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。以上になります。はい、ありがとうございます。ではこちらも、詳細は概要欄の方に掲載させていただくということですので、はい、皆さんぜひそちらご覧くださいませ。はい、いいですね、ストップオーダー制、私も行きたいですな。ちょっと、はい、まあ、ちょっと私がどれだけ食べられるか、ちょっとね、私と村川さんとの勝負になりますね。なんてね、なんてね、まあ、そこはね、はい、ちゃんとね、食べられる範囲で食べたいなと思います。いやー、でも本当に今日もとっても楽しいね、1時間を過ごせまして、私もいやー、とっても嬉しかったですね。ちょっと、もうなんか私も大阪に行きたくなりましたね。大人の皆さん、私も大阪に連れてってね、行きたいですね。ほら、ゲストの皆さんが来て来てって言ってくださってますから、連れてってください、お願いします。いや、でも本当にそうね、お願いしたくなるくらい素晴らしい、ね、番組となりました。本当にゲストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてそしてご覧いただいた皆さんも本当にどうもありがとうございましたね。ぜひ本日の番組の感想などね、こちら残してくださいね。また次回のね、番組などでね、拾わせていただきますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ムックが言ってくれたように今回お答えできなかったものは次回でお答えできるようにまた見させていただきたいと思います。ですのでこれからも皆様のメッセージご質問は随時募集しておりますのでぜひたくさんお寄せください。よろしくお願いします。お願いします。さあそれではここで、万博協会さんからのお知らせがございますので読みたいと思います。大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクが出演するイベントを2025年日本国際博覧会協会の公式ウェブサイトでチェックできます。大阪・関西万博の PR のために日本全国津々浦々の訪問に意気込むミャクミャク、ウェブサイトをチェックしてぜひミャクミャクに会いに来てくださいねとの方ですぞ。そうなんですよ、ミャクミャクはねもう本当にねいろんなところに今行ってねこう万博やりますよっていうねお知らせをやってますからね、きっとね皆さんが住んでいるお家のね近くにも来てくれるんじゃないかなと思いますから、ぜひこちらねウェブサイトをチェックしてください。こちらも概要欄の方に詳しく載っておりますのでご覧くださいね、お願いいたします。さあそれでは、次回のお知らせです。次回第21回は、3月29日水曜日に生配信の予定となっております。ナビゲーターは引き続き私ムック、そしてゲストにはあんな方やこんな方がとねすごい方々にご登場いただく予定となっておりますので楽しみに待っていてくださいね。はい、ということでもうここまでご覧いただいた皆さんはもう本当にこの番組をねもう骨の髄までこうね楽しんでいただいたんじゃないかなと思いますけれども、ですからもうすでにこうあ、もう指が勝手にポチ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 としてくださっているんじゃないかなとは思いますが、もしまだの方よかったら高評価お願いいたします。そしてこの西尾レンタル公式 YouTube とエキスポ2025大阪・関西万博公式チャンネル、そしてガチャピンチャンネルのチャンネル登録もお願いいたしますね。はい、というわけで公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と西尾レンタル株式会社の共催トークイベントエキスポ PLL トークスムクとおしゃべりですぞ大阪・関西万博と SDGs はこれにておしまいとなります。本日のゲストは大阪市城東区区長大東達樹さん、そしてありがとうございました。ありがとうございました。そして学校法人村川学園広報戦略部部長大谷桃子さん、並びに大阪調理製菓専門学校校長代理森隆さんでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、また見てくださいね。